フェを移動カフェをやっています。移動カフェをやってるんですけど、あの別府八斗温泉道名人会っていうのがありまして、それの事務局長もやっています。私もともと関東なんですけど、あの別府に旅行に来たんですね。でその時にあのハマったというか、あの神奈川の旅館に泊まったんですけれども、そこでその外湯にこういうスタンプラリーがあるよっていうのを教えていただいて、で回ったのが初めてで、でもスタンプは可愛いし、でももともとスタンプラリーが大好きなので、もうハマって、でそれから年に1回ぐらいは別府に来るようになって、コツコツ集めてました。いつか別府に移住したいなと思いまして、で4年前に大分に引っ越してきて、2年前から別府に住んでいます。別府の妙盤温泉の湯屋恵比寿さんの大浴場です。ここはあのとても女性好みの温泉だと思うんですね。あのお湯は中性の硫黄泉で、すごくあの肌が綺麗になる、白くなるんですね、お肌がね。でそういうのとやっぱり、癒される温泉だと思います。ここは硫黄の香りと、あとは調度品が一つ一つが女性好みで、もうあの一日ゆっくりしたいときに、ここには仕事の疲れを取ったりとかするときにここの温泉を選んできます。温泉本であの回ってっていうのが最初のきっかけですけれどもですね、来てうわなんて素敵なんだろうって思って大好きになった温泉です。去年の9月から美人温泉堂っていうのを独自に始めました。今、80名近くいらっしゃいます。美人温泉堂と普通の温泉堂の大きな違いっていうのは、その最初に目標を設定するっていうところなんですね。で目標っていうのが、これをクリアしたら自分がきれいになれるっていう目標を設定します。目標を設定してから88棟回っていくんですね。でそれのうちに、月に1回私たちがあのイベントを立ち上げて企画しているんですけれども、で例えば今までやったのは妙盤温泉の硫黄泉で、肌をピーリングしてからの、神奈川のしっとりのお湯に入るっていう機能温泉浴っていうのを取り入れたものだとか、大人の遠足っていうので、あの豊の国千年路盤っていうのがあったんですけど、あれの7棟を1日で回ろうっていうツアーとか、結構ハードハードですけど、あれは本当に、最後みんなお肌ツルツルピカピカでした。びっくりしました。やっぱりいい温泉でしたね。ですね、あとは単純にみんなで集まって、おしゃべりを しましょうとか、と占いとかと掛け合わせたりとか、あの女性が好き楽しいような綺麗になれるようなイベントを月に1回ぐらいで企画してやっています。一番嬉しいのが、今まで、近くにいたのに温泉に入らなかったっていう人が回り出してくれたりとかっていうのが一番嬉しいですね。あの温泉道もあのずいぶん前にはやっていたんだけれども滞っていたのがまた再開してやってくれたとか、あとやっぱりよく聞くのはあのお肌がやっぱり綺麗になったっていうのが多いですね。いろんな発信を、せっかく今いろんな方に注目していただいているので、楽しくやっぱりあの温泉に入って、でこういう温泉がいいよっていうのを発信していけたらいいなと思います。でもっともっと温泉の好きな人が増えて、別府にいっぱい人が来てくれるようになったら嬉しいです。栄養ですもうお肌にももちろん栄養になるし、やっぱりもう癒される心の栄養にもなるしですね。やっぱそこであの人と新しい仲間と出会って友情も育んで、全部私を作ってくれるものです。